どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年8月12日の、金曜日です。はい、現在の時刻は朝の6時52分いや今53分になりました。はい、いやだいぶ遅い時間になってしまいましたね。まあ寝坊っていうよりはね、ちょっと最近ね、コロナで体調が悪くて、あんまり早く起きれてないっていうのもね、あったりするんですけど、今日のね、トークテーマで、ずっと悩んでて、何の話しようかなと思いまして、特に話したいことというか、もちろんね、アニメのね、2022年の春アニメの中編、後編とか、やらなきゃいけないことはね、あるんですけど、この調子の悪い状態で、もっとこう気軽に話せる内容ってないかなって考えてたらね、ちょっとこんな時間になってしまいました。はい。なので、今回もね、ちょっとなるべく、長くならないように、ここ最近はちょっと20分ちょっとぐらいにね、抑えて、いると思うんですけど、そのぐらいに抑えられたらいいかなとは思っております。はい。というわけで、じゃあ早速ね、やっていきましょう。そうですね。あ、そうだ。まずメイントークのね、方に入る前に、現状のね、コロナのね、状態についてなんですけど、聞いてもしょうがないとは思うんですけどね、皆さんね。一応記録として残しておくと、今日はですね、昨日、一昨日とかとそんな状態は変わらなくて、熱も特に出てないですし、相変わらず咳はね、出たりするんですけど、そうですね。あと頭痛かな。昨日、一昨日からね、もうずっと朝起きてから頭痛がするという話も多分してたと思うんで、で、朝起きてね、すぐこう、解熱鎮痛剤なんかを飲んだりしながら、頭痛を抑えていたんですけど、さすがにね、飲みすぎるのもね、どうなのかな、依存になるのかわかんないけど、毎回飲んでね、痛みを和らげているっていうのもあんまり良くないなと思いまして、今日はね、薬は飲んでないです。はい。朝起きて、確かに頭痛かったんだけど、実を言うと今も痛いんだけど、ちょっとね、クラクラしてるんだけど、今日はちょっと我慢して、薬を飲まない状態で頑張ろうと思っております。はい。本当にね、辛い時は飲んだ方がいいとは思うんだけど、そこまでではないかなと。今日は特に。なので、ちょっと今ね、薬を飲まずにね、我慢して、頭痛に耐えながら収録しております。はい。あとは、若干鼻声かな。自分ではそんなに鼻声のつもりではないんだけど、なんとなく、でも鼻声かなっていう感じはするので、そんな花粉症の時みたいに鼻が詰まってね、鼻呼吸できないっていうレベルではないから、比較的、過ごしやすくなったのかなとは思いますね。元気になりました。はい。ゲーム実況なんかもね、16日ぐらいを境にちょっとやって、ね、再開していこうかなとは思ってます。はい。もうちょっとね、しばらくは、ゲーム実況をお休みして、ちゃんとね、体を休めてね、完全復活できるようにはしたいなと思うんですけど、まだちょっと、咳だったり、ね、頭が痛いだったりとか、ありますんで、あんまり無理せずにね、やっていきたいなと思ってます。はい。ゲーム実況に関して言うと、昨日も言ったけど、ハガモバとか、あとはディオフィールドクロニクルとか、体験版ですけどね、とか、あとは幻冬、ね、8月11日、昨日だったっけ？あれ？一昨日だっけ？ちょっと忘れたな。ね、幻冬っていうね、中国の、原神に似たような、オープンワールドの RPG っていうのかな ?MMORPG っていうのかなが、リリースされていますので、スマホで遊べるということで、ね、ちょっとそれもやろうかなとは思ってはいるんですけど、ねえ、原神もね、ちょっと中途半端になってて、まあ、原神のね、ゲーム実況の中で言いましたけど、あまりこうストーリーに楽しさを感じられないというか、まあちょっとしかやってないんだけどね、まだね。なんかもうできることが多すぎて何やっていいかわかんなくて、若干もうなんか、もういいかなってなっちゃっている部分もあるんですけど、ね。まあその原神に似ているゲームということで、まあ幻冬もそんな感じかなというふうに考えてるんで、まあそこまで別にやりたいっていうものでもないんだけど、しかもなんか YouTube でね、実際にプレイした方の感想とかちょこっとだけ見たんですけど、まあストーリーはなんか微妙っていうふうに聞きました。なんかね、ストーリーとなんか世界観が結構ちぐはぐで、なんかもうちょっと作り込んでほしいなみたいな意見があったので、まあストーリー大好き人間の私からすると、ちょっとそういったのはちょっと勘弁っていうかねまあ遊ばなくてもいいかなって思ったりはしてるんですけど、はい、まあなんかその分ね、キャラクターをね自分でクリエイトできたりとか、まあなんかオリジナルね要素もあるみたいなんで、まあまだリリースされたばっかだからね、まあ興味のある人はまあ遊んでみたらいいんじゃないかなとは思いますけど、スマホでも遊べるみたいですしね。はい。まあまあまあ、でも先にでもね、やっぱハガモバとかね、ディオフィールドとか、まああとはヘブンバーズレッドとかね、まあ、そっちを優先してやっていきたいなと思ってますんで、まあ、他のゲームがまあある程度一段落ついて、なんか他に新しいゲームやりたいなってなった時に、まあ、やれればいいかなとは思ってます。はい。まあ今8月で9月になったらね、黒の奇跡の2なんかもね発売しますし、でもあれ月末だったっけ？確か9月の何日だったっけな？結構月末だった気がするんだけど、あ、そうだ。どうしようかな。今日のトークでもちょっと変えようかな。ちょっと待って。今回ちょっとガンダムの話をしようと思ってたんだけど、ガンダム。ちょっとガンダムの話やめようか。やめようかっていうか、ちょっと他の配信に回そうかな。そうだそうだ。一つ話したいことがあったんだ。さ、まあ、今ね、歌われるものが、アニメ、歌われるもの二人の白オロが、まあ、テレビアニメで放送されている状態ですよね。全28話で構成されて、ね、いるので、まあ、終わるのは来年の春とかかな。それか、まあ、今年中に終わるか。春っていうのは、まあ、1月ぐらいに終わるか、まあ、年内に終わるかっていう感じだと思うんですけど。で、まあ、歌われるものって、シリーズ的に言うと、散りゆくものへの子守歌。まあ、第1作目。2作目の2人の白を、偽りの仮面。で、今、アニメ入ってる、2人の白をのっていうね。まあ、3部作で構成されてるんですけど、その、偽りの仮面とっていうか、まあ、偽りの仮面の前日なんかなにあたる、ゲームが、まあ、今年出るんですよ。アクアプラスさんから。モノクロームメビウスっていうゲームで、まあ、クドラジでもね、2度ぐらい、いや、1度かな。モノクロームメビウスについてね、ちょっと紹介させてもらったりもしたんですけど、私もね、それ買ってね、プレイするつもりでいたんですけど、当初のね、発売日が、9月の頭ぐらいだったんですよ、確か。モノクロメビウスと、まあ、黒の奇跡2を、まあ、欲しくて、で、発売月が、まあ、同じ9月ということで、まあ、どっちから遊ぼうかなって悩んでたりもしてたんですけど、当初では、モノクロメビウスが先かな。で、黒の奇跡が、まあ、月末なんで確か、後っていうことだったんで、先にモノクロメビウスやって、で、クリアしたら、まあ、黒の奇跡2やろうかなっていうふうに、まあ、計画してたんですけど、まあ、もうだいぶ前かな。1週間、2週間ぐらい前だと思うんだよ。もうちょっと前かな。に、モノクロメビウスの発売日が延期になったんだよね。いつになったんだっけな。ちょっと調べますね。そうだ。忘れてた。モノクロームメビウス発売日がね、延期になったんですよ。10月20日。あれ、ちょっと待って。10月20日。そう。発売日が延期になりました。はい。で、発売日に延期、まあ延期になること自体はね、別にそこまで、まあ、延期かよとは思ったけど、まあね、ゲームのクオリティを上げるためということだったんで、まあしょうがないなとは思いますけど、はい。まあ個人的にはね、発売日ずれてくれたんで、まあ先に黒の奇跡をやることもできますし、ね、同じ月に欲しいゲームというか、やりたいゲームがね、被ると、ちょっとね、困るんですけど、まあでも、先にね、黒の奇跡が9月に発売されて、まあ、1ヶ月でクリアできないとは思うんだけど、黒の奇跡ね。まあ、約その1ヶ月ちょいくらいに、いや、でも1ヶ月、ないか。10月20日。あれ、黒の奇跡2っていつ発売日いつだっけ？黒の奇跡は、9月29か。だね。じゃあ1ヶ月ないね、やっぱね。なので、まあ、黒の奇跡1ヶ月でクリアするのはちょっと、ね、夏休みでもないし、ちょっと無理なので、まあ結局10月20日以降ね、モノクロメビウスプレイすることにはなると思うんですけど、まあ発売日がまあ延期しましたということでございます。はい。ね、とりあえずこれをね、みんなと共有したくてさ、忘れてた、完全に。あ、すいません。まだね、ちょっと咳が出るんですよね。で、そう、モノクロメビウスがまあ、ね、延期になっちゃって、ね、ちょっとまあ、若干やっぱ不安ではありますよね。ね。まあいろんな理由でね、やっぱ、なんていうの、延期になることってあると思うんですけど、なんだろうね、何が原因だったんだろう。どういった部分にクオリティをアップさせるあれがあったんだろうね。クオリティを上げるためっていうのがまあ確かね、公表されてた理由だった気がするんだけど。確かね。違ったっけ？お知らせかな？これだ。そうだ、9月8日に発売予定だったんだよね。で、品質向上及び遊び応えのある作品として皆様にお届けするため、発売日を10月20日に延期することをお知らせいたしますと。品質向上及び遊び応えのある作品。遊び応えのある作品ってなんだろうね。ね。なんかストーリーがなんか追加されたとかなのかな。ね。まあ、モノクロメビウスはね、RPG を面白くするのは物語だって言ってるぐらいですから、まあ、だいぶ物語のね、ストーリー部分に力を入れてるとは思うんで、まあ、その辺の何かこう、演出の仕方が変わったとか、なのかな。追加のシーンが入ったとか、なんでしょうか。遊び応えってなんだろうね。ミニゲームとか。あんまりミニゲームとか期待してはいないんだけどね。個人的には。まあ、とにかく物語さえ良ければ何だっていいんだけど、でもね、一つ言っていくとね、私、モノクロメビウスに関して、一つ、現時点でちょっと不満っていうか、不安に思ってることがあって、それがですね、その 3D モデルのキャラクターがね、こう、動いて、やるゲームなんですよ、これ。モノクロメビウスってね。まあ 3D モデルで言うとなんだっけ、歌われるものザンっていうね、アクションゲームがなんか無双シリーズみたいなね、 3D モデルで戦うゲームがありましたけど、今回のねモノクロメビウスも、まあ、3D モデルのキャラクターがねこうフィールドをテク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 歩いて、まあ、敵シンボルと接触して戦うみたいなものなんですけど、なんていうのかな、キャラの表情の部分についてね、ちょっとね、不安ですね。うん。PV の、シーンとか PV とかも何回か見たんですけど、キャラのね、その 3D モデルの表情がね、なんとも言えないんなーって、ちょっとね、感じたりするんだよね。うん。Tales of aride とかも、まあ、同じね、3D モデルの、ね、RPG のゲームでしたけど、あれはさ、公式ページになんか書いてあるぐらい、その 3D モデルのね、キャラの表情がこう豊かにね、表現できるようになってるみたいなことも書いてあるぐらい、まあ、こだわってたと思うんですけど、まあ、今回のモノクロミビスに関しては、ちょっとそこがね、やっぱ不安だね。まだプレイしてないからわかんないけど、実際のところは。うん。今までの、まあ、歌われるものシリーズって、3D じゃなかったから、まあ、ザンは除いて、3D モデルのキャラクターって、まあ、戦闘のところだけ、チビキャラみたいなのが出てきてはいたんですけど、うん。実際のその物語のストーリー部分に関しては全部その、イラスト、うん、キャラの表情の変化っていうのも、差分っていうのも全部イラストだったから、まあ、あまりっていうか、むしろそっちの方が良かったなっていう気もね、してるんですけど、だからちょっと、その、3D モデルのキャラクターの表情の部分に関して、ちょっとね、大丈夫かなーっていう、不安があります。私はね。ね、やっぱ結構さ、キャラクターのその、ね、描写されてる、まあ、イラストなり、3D モデルなり、表情って結構大事だなと私は思うので、ね、その点やっぱテイルズ・オブ・アライズはね、めちゃくちゃやっぱ、キャラのね、表情がこう豊かに動いてたから、めちゃくちゃ良かったんだけど、まあテイルズと比べるのもあれだけどね、まあでも同じ 3D モデルのね、RPG としてはやっぱ比べてしまうよね。まあ、ストーリーの良し悪しはちょっとね、まあ、全然話の内容も違うから何とも言えないけど、まあ同じその 3D モデルを使った RPG ゲームとしてはね、やっぱちょっと比べちゃうのかなっていうところはありますね。はい。まあでもとりあえず、延期になって、発売日が延期になって、まあ遊び応えとか品質向上にね、力を入れてるっていうか、そのためのまあ延期ということなんで、ね、まあ、とりあえず10月20日まで待つしかないんですけど、その辺のね、キャラの表情とかもね、クオリティが上がってくれたらいいなーってちょっと個人的には思ってます。はい。なので、モノクロメビウスがね、10月20日に延期になったということで、まあ、クドラジではモノクロメビウスやってから、黒の奇跡2やるって話してたんですけど、逆になりまして、先に、英雄伝説黒の奇跡2をゲーム実況してから、モノクロメビウスを、まあ、ゲーム実況するっていうことになると思います。はい。なので、その順番でやりますんで、よろしくお願いします。はい。ただ、まあ、どちらもね、RPG で、ちょっとだいぶね、ボリューミーな内容になってると思うので、まあ少なくとも黒の奇跡2は100時間を多分ね、優に超えると思うので、まあちょっとどれだけね、時間かかるかわかんないんですけど、とりあえずあんまりその、並行してプレイするみたいなことは私はやりたくないので、あんまりね、特に RPG は、なんだろうね、ストーリーがやっぱごっちゃになるのがあんまり好きじゃなくて、まあ、並行してやった方が、まあ、モノクロメビウスでもね、発売日からね、遊べるからいいんだけど、ただまあ、どっちから遊ぼうかなって悩んだりすることもあるからさ、今日はどっちにしようかなとかね、迷うこともあるので、まあ私はちょっと、黒の奇跡を先に全部わーってやってから、モノクロメビウスをわーってやるっていう形でいこうと思います。はい。まあ、この2つ以外にもね、さっき言ったディオフィールドクロニクルとか、ね、他にもねちょっといろいろやりたいゲームはねあるんで、まあそれこそヘブ版とかもそうだけど、まあヘブ版はまあどうだろうね、まあちょっとまだ第4章やってないし、まあ水着イベントやらなきゃいけないんだけど、ね。まあヘブ版は、まあまだ終わってないようであれば、一応並行してやるつもりではいます。そこはね、ちょっとしょうがない。もうヘブ版はもうずっとやってきてるから、ね、さすがにいきなりやらなくなるっていうのはちょっとあれだと思うんで、まあヘブ版と、まあ、プレステ4のゲームを並行してやっていくっていう形にはなるかな。うん。はい。という感じでございます。はい。というわけで、まあちょっとね、あまり大した話はできなかったんですけど、はい、モノクロメビウス時の大火が、まあ、発売日がね、10月20日に、まあ、延期になったというお話でございました。はい。それでそれに伴って私は、ゲーム実況する順番が、黒の奇跡2を先に遊んで、それから、モノクロメビウスを遊ぶという順番になるという話でもございました。はい。OK。いやー、やっぱり若干鼻が詰まってんのか、ちょっと喋りにくいんだよね。うん。なんだろうね。まあいいや。とりあえずね、じゃあ今回の配信はここまでにしたいと思います。またね、別の配信でガンダムの話しようと思いますので、はい、よければ聞いてみてください。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。